い、こんにちは。こんにちは。あきです。宮里美香です。ザプロに今度は苦手なバンカーを教えていただこうと思います。はい、はい、バンカー入れたらもうチーンってバンカー出すを、はい、1回出ないと大体 2,3 回なっちゃいますか、叩いてますねうん、うん、なので、まあ、バンカーが、まあ、どうやったら少しでも出やすくなるかを教えていただけたらと思います。はい、わかりました、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあまずはあっちゃん流で受けですとりあえずそれでこれどうする？いつもの安心ですか？いつもの、いつもこれ。ありがとうございます。よし、すごい今の多いやつ。多いやつ。多いやつ。あと2秒ぐらい見せてください。はい。うん、もう角度が違うな。OK、うん。はい。アンカーは、はい、この面がうまく使えないと出せません。なるほど。なんか今全部あの芝生でやったら多分ダフってると思うんだよね。うんうんうん。だからしっかりと入りが良くないと前に飛んでいかない。だってもうここがすごい窮屈だから逃げ場がないんだよね。だからオープンスタンスにしないといけないバンカーは。もっと。今これがスクエアじゃん。はい。これぐらいオープンにしてもらって。これぐらい。そう。フェースもしっかりと開かないといけない分、開いてるからあっちに向いてるからもっと自分がこっちに来ないといけない。より左狙い。そう。これぐらいですか？そうそうそう。でここに打ち出していかないといけない。しっかりとこうまっすぐ引かないといけない。こう。あ、違う。で手前。これぐらい。これぐらいなら。うん。でこれも手止まっちゃダメ。もう振る。振る。でヘッドアブもダメ。オッケーです。うまい。あ、ナイス。すごい。一回でできた。いや、なんか安心感あるんですよ。これ、ここで、ここでみたいに言われると。すごい。うまい。顔はやっぱ大きいです。ありがとうございます。大きい。なんかあれぐらい、向きも全然違いましたね、私。ここまっすぐ行きたいって思ったら、これぐらい。フェース開いてる分、あっち向いてるから。そっか。そう。でも右手もしたら。そう。オープンスタンスで若干アウトに引く、アウトでカットに、そうそうそう。なるほど。あ、ちょっとヒットしてる。でもうまく打っててる今の。本当ですか？うん、よかった。さっきの3球違う人だったねいや、プロすごいもうちょっと離れても大丈夫。うん。で、足もしっかりとこうした方がいい。踏み込んで、うん、今手止まってる。どこに落とそうか迷いが迷いがなるほど。アウトに引いてカットに出す。アウトに引いてそうカット。そう、そのあれでオープンスタンスにしてるから。なるほど。オッケーオッケーオッケー。カットの意味ちょっと分かりましたオープンに引いてカット。そうそう。でそのカットした時に体重がここに乗ってたらボールいかないから、しっかりと左体重に乗せないといけない。本当は。なるほど。打った後に全部右足に残っちゃってるから、そこは普通に打つ感覚でちゃんと打てばいいですよ。フェース開いてオープンスタンスにしてアウトに上げる。でヘッドアップしない。うまい。めっちゃ入りよかった。わざとらしかった。かっこいい、かっこいい。え、ダサくなかったですか？ダサくはない。開いて、そうしっかり踏み
手前打ちすぎかな。あ、なるほど。ボールのこのぐらいですよ。うん。あ、ダメだ。ちょっとダメってるな。緩んでるのもあるかな。あ、グリップ。こうで、もっと。惜しい。お、惜しい。持った。アウトでよかったんですね。もうちょい。惜しい。だいぶ緩んでる。そっか、緩かった。緩かった。だんだんスタンスがスクエアになってくる。OK。うん。惜しい。でももうちょい、もうちょいだね。お、お、今の感じだ。うん。グリップとあと体重、体重移動、体重移動。なんかバンカーの苦手意識、こうやってやってるとちょっと薄れますよね。うん。おー、いい感じ。いい感じですか。いい感じ。いい感じに出てる。全然さっきより全然違ってる。あー、楽しい。うん。ちょっとダメだ。前行っちゃったね。あんまり体重移動しすぎたら多分ずれちゃうから。なるほど。下半身は強いぐらいのイメージ。そう。重心を下に落とさないといけない。うん。だからここ手前3センチぐらい。うんうん。フェース開いて足ちゃんとしっかりグリグリしないといけない。うんうん。ちゃんと奥に。全然違う。音が全然違う。めちゃくちゃ綺麗。逆にでもこっちの方が優しいような気がするんだけど。軽いし。うん、で顔ちっちゃいし、うん、全部一緒、うん、あ、お、音違う、違う、いいですね。入ってる、ちゃんと入りがいい。このバランス使えてる、入りがってなると、もう少し思いっきり振らないといけない。あともう少しだもん。そっか、あと振っていいんですね。うん、振って大丈夫。今の位置で、うん、ほら出た。やっぱこれいいですね。ドルフィン、やばい、ドルフィンいい今日。うまい、うまい。うん、ちょっとダフったけど大丈夫だったけど、ちょっと結果オーライな出し方ですよ。やっぱこういう練習したいな。普段本当できないですもんね。ないない。実家に帰っちゃおうかな。ゴルフのために、ゴルフのためにオープンスタンス。うん、お、お、音いいですね。今のすごい入り、出なくても満足するかも。今のだったら。いや、どうやるのはすごいぞ。おぉ、いい音。なんか、滑りやすいっていうか、ね、しっかり滑ってるし。この S 字カーブの意味があるんですね。そういうことだ。そういうことだ。おぉ、もうちょっとしっかり振らない。そうだね。しっかり振ったら、ちゃんと超えていく。あと2球。うまい。もうアイスアウト。すごいすごい。寄ってる。寄ってる。寄っている。うまっ。いやー、すごい。こんな見てもらうだけで、うん、こんなに違うんですね。ちょっとびっくり。教えてる方もびっくり。
構えがいいもん。いいですか、うん、おお、ナイス。すごい。え、すごい。上手。最後。うん。こういうのあんまり。ミカブもこうやって練習するんですか、バンカー。バンカーしますよ。えぐい出し方をしなきゃいけない時多いですね。状況が。状況が私たちとは違いますもん。おお、うまい。すごい。今日の目標合格ですかね。合格。3級出ました。すごい。すごい。すいません。ありがとうございます。スマメッチ、すごい。ちょっと自分の S とやったんですけど、もうなんか変え時かもしれない。結論これでいいのかわかんないですけど、全然違います、ね。すごい。入りが違うし。うん。なんか、ヘッドが大きい方が安心感あるかなと思ってたんですけど、うん、意外と振りやすそう。振りめちゃくちゃ振りやすかったです、うん、はい、ちょっとメッチの新たな発見とともに、うん、いや、バンカー出す方が分かりました、はい、めちゃくちゃ収穫ですこれは。オープンスタンスをちょっとアウトに引いて、はい、カットに打つ、カットに打つ、しっかりヘッドアップしないように。そうですね、ヘッドアップと私の場合グリップもですね。あ、グリップ、うん、はい。なんかこうやってやってるとウェッジもつながってますね、つな、うん、がってると思う。アプローチとバンカーは、うん、いや、ちゃんと教えてもらうこと初めてだったんですっごい勉強になりました。ありがとうございました。はい、なかなかバンカーの練習できないんですけど、このバンカーのレッスン動画がいいなと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。バイバーイ。ナイス。すいません、そんなことやらせて。さっき全然違いますね、入ると。あ、惜しい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 。いやー、ありがとうございます。じゃあボール中拾ってきますね、はい、なんか部活の青春みたいですね。